大学1回生の時に軟式野球サークルの体験会に行った時の話なんですけど、まあ、大学1回生ってやっぱこれからの大学生活を、まあ、楽しく過ごすためにも絶対友達は作らないといけないと、いう時期じゃないですか。なので僕はその野球が好きだったんで、軟式野球サークルに入ってね、友達作ろうと思って。で、まあ、ええとこ探してたんですけど、まあ、大学近くのグラウンドで、まあ、体験会やってるよというね、サークルを見つけまして、あ、ここええやんと思って、まあ僕当時兵庫県の実家に住んでたんで、片道2時間くらいですかね、かけてそのグラウンド行ったんですよ。そしたらまあ、あの定ですね、結構な1回生が来てまして、1回生多かったんで、もうこれ1回生だけでチーム組んで、紅白戦やろうということになりまして、だいたい20人くらいですかね、のチームが、2チーム。で、これで紅白戦やることになったんですけど、もう僕結構下位打線の方で、まだかなと、回ってくるの結構うずうずしてたんですよね。これからの花のキャンパスライフ、これ過ごすためにも、ここで絶対打ってヒーローになったんねんと思って、ついに回ってきたんですよ、打席がね。そしたらね、まあ、結構球が速くて、はい、パンパンとストレートが来て、2球ね、2球で追い込まれちゃったんですよ。はい。これ3球目、もうこれ絶対ストレート。もうこれもう絶対打ち弾き返して、ヒーローになるぞと思ったんですけど、インコースのスライダーに手が出ませんでした。はい。僕、片道2時間かけて行った軟式野球サークルの体験会で、インコースのスライダーに手が出ずに、見逃し三振して帰りました。